ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って宝富士の勝ち。東方藤東馬、西前頭12枚目、東京都足立区出身、玉ノ井部屋。西方遠藤、西前頭7枚目、石川県大須郡穴水町出身、追手風部屋。呼び出しは幸吉、行司は木村幸之助であります。この取り組みは味一筋お茶漬けの長谷園、酒茶漬けの長谷園、梅干し茶漬けの長谷園、並びにたらこ茶漬けの長谷園から検証があります。
落ち着いて。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って遠藤の勝ち。東方千代大龍、東前頭6枚目、東京都荒川区出身、九重部屋。西方旭秀鵬、東前頭14枚目、モンゴルウランバートル出身、友綱部屋。ただいまの決まり手は釣り出し。
釣り出して千代大龍の勝ち。東方大砂嵐、西前頭15枚目、エジプト中原屋出身大竹部屋、西方大成、西前頭5枚目、ブラジルサンパウロ出身友綱部屋、呼び出しは五郎、行司は木村庄太郎であります。相手は寄り切り、寄り切って大成の勝ち。
方豊馬賞東前頭4枚目山口県下関出身錣山部屋西方玉須賀西前頭16枚目名古屋市熱田区出身片尾波部屋この取り組みには味一筋お茶漬けの湯の長谷園並びに酒茶漬けの長谷園から検証があります。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して玉須賀の勝ち。よし、玉は足に。東方玉鷲西前頭11枚目モンゴルウランバートル出身片尾波部屋西方竹風西前頭3枚目秋田県北秋田市出身小車部屋呼び出しは茂雄
行司は木村圭之助であります。構えて手をついて今の決まり手は押し出し、押し出して玉鷲の勝ち。よーし、高安に東方高安、東前頭3枚目。
茨城県土浦市出身鳴門部屋西方義風東前頭13枚目大分県佐伯出身小車部屋この取り組みには植物を超元気にする HB101 並びに熱意と信頼の休校建設株式会社から顕彰があります。構えて
ただいまの競技についてご説明申し上げます。行司軍配は高安に上がりましたが、両者の体が同時と見て取り直しといたします。ただいまの決まり手は叩き込み、叩き込んで吉風の勝ち。ここで勝負審判の交代であります。ご観覧のお客様にお願いいたします。座布団や物は投げないでください。座布団や物を投げて怪我をされた方がいますので、絶対に投げないようお願いします。場内ではお手回り品、貴重品に十分ご注意ください。館内は指定の喫煙所以外全席禁煙となっております。また土俵玉での飲食はできませんのでご了承願います。ゴミの分別にご協力ください。身の回りに不審なものがありましたら警備員にお知らせください。お席を立ちの際や歩行中は足元に十分お気をつけください。またチケットの半券をお持ちくださいますとお席に戻られるときに便利です。お帰りの際は交通事故防止のため横断歩道をお渡りくださいますようお願いいたします。
よ。東方勢い西前頭6枚目大阪府秦野市出身伊勢の海部屋西方豊ノ島西前頭2枚目高知県宿毛市出身徳塚部屋呼び出しは指導行司は木村玉次郎であります。この取り組みには商品取引の高商事から検証があります。ただいまの勝負審判は正面審判長高見山元多賀竜東玉に大鳴門元下島西玉に錣山元寺尾行司玉に赤べさした港川元大鉄同じく白ぶさした錦戸元糸泉であります。
ただいまの競技について説明します。行司軍配は豊ノ島に上がりましたが、両者の土俵を飛び出すのと勢いの落ちるのを同時と見て取り直しとします。東方極天鵬、東前頭2枚目、モンゴル奈良派出身友綱部屋、西方時天空、東前頭10枚目、モンゴル出部県出身時津風部屋、この取り組みには三重県松阪市串本整形外科から検証があります。
寄り切って得点球の勝ち。 東方豊響、東前頭七枚目、山口県下関市出身境川部屋、西方雨錦、西前頭筆頭、青森県西津軽郡深浦町出身伊勢ヶ浜部屋。呼び出しは勝之、行事は式守勘太夫であります。この取り組みには 味の決め手は博多の塩アウトドアブランドのチャムス、並びに植物を超元気にする HB101 から検証があります。
ただいまの決まり手は押し出し系豊響の勝ち。東方妙義龍、東前頭筆頭、兵庫県高砂市出身境川部屋、西方我が丸、西前頭13枚目、古地屋飛び石出身木瀬部屋、この取組には悪臭を1秒で消す匂いのんのから検証があります。
ただいまの決まり手は寄り切り。寄り切って妙義龍の勝ち。東方青い山、東前頭5枚目、ブルガリアヤンボル出身春日野部屋、西方小結沖の海、島根県沖郡沖ノ島町出身八角部屋、襟足和次郎、行司は木村玉光であります。この取り組みには悪臭を1秒で消す匂いのんのから検証があります。お客様のお呼び出しを申し上げます。高野博文様、高野博文様、協会事務所までお越しください。星の技
西方持ちの若西前橋4枚目兵庫県尼崎出身春日野部屋この取り組みには技の真実手続き全身にあり行く発毛促進薬用育毛剤英知人1枚1並びに国技の伝統明日へ伝える九州たまり会から検証があります。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って土地の若の勝ち。
姿三役揃い組み西方三役揃い組み東方関脇豪栄道大阪府寝屋川出身境川部屋西方関脇栃王山高知県安芸市出身春日野部屋呼び出しは拓郎行司は40代式守伊之助これより三役でありますこの取り組みには家づくり町づくり玉ホーム大安心の家タマホームネクストバリューパートナー NTT グループ肥料の横綱サンガグロ株式会社味の決め手は博多の塩完全無添加モロヘイヤ 100% 青粒毎朝すっきりモロヘイヤ 100% 青粒発毛促進薬用育毛剤 HG101 並びに熱意と信頼の急行建設株式会社から検証があります
して送り出しで土地王山の勝ち。東方大関清里、茨城県牛久市出身鳴戸部屋、西方大関鶴竜、モンゴルスクバートル出身井筒部屋。この取り組みには味一筋お茶漬けのりの長谷園、酒茶漬けの長谷園、大相撲を応援します玉ホーム、家づくり町づくり玉ホーム、大安心の家タマホーム、ゆとりある暮らし応援タマホーム、そして人づくり家タマホーム、世界初セイコーアストラン GPS ソーラーウォッチ、世界初セイコーアストロン、税のことなら辻本郷税理士法人、植物を超元気にする HB101、 悪臭を1秒で消す匂いのんの発毛促進薬用育毛剤 HG101、 熱意と信頼の急行建設株式会社、並びに灘の酒青州大関から検証があります。
東方横綱白鵬モンゴルウランバートル出身宮城野部屋西方横綱春馬富士モンゴルゴビアルタイ出身伊勢ヶ浜部屋呼び出しは秀夫行司は37代木村庄之助本場所最後の一番であります。この取り組みには味一筋お茶漬けのりの中谷園酒茶漬けの中谷園梅干し茶漬けの中谷園たらこ茶漬けの中谷園大相撲を応援します玉ホーム家づくり町づくり玉ホーム大安心の家玉ホームゆとりある暮らし応援玉ホームそして人づくりへ玉ホーム沖薬の餅の木薬品大新丸のインテックメディカル美味しくて強くなるリスコありがとう40周年つぼ八食前一杯永源寺桑名里の当選簿700年の歴史和岸口町役三方が6年の沖縄に行きます植物を超速にする天地に一番一番悪臭を一気に返す匂いのんの発毛促進薬用育毛剤 HG101 熱意と信頼の急行建設株式会社茶の国やめ、奥やめ、福岡のやめ茶日本一玉露の産地、福岡のやめ茶勝ち続けるために玉光青汁飲めばわかる、美味しい玉光青汁美味しい水の贈り物、東海ウルノン、東海元気、はつらつ、オロナミン C 飲んで元気、オロナミン C 炭酸、栄養ドリンク、オロナミン C ポール・マッカートニー、ニュー発売中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 並びにポール・マッカートニー、ニュー発売中から検証があります。
取り式は終わりました。この後表彰式でありますが、準備ができますまでしばらくお待ちください。
表彰式に先立ちまして、国歌君が代の斉唱であります。皆様ご起立願います。陸上自衛隊第4師団第4音楽隊の演奏による前奏に引き続きご唱和ください。ください。平成25年11月場所幕内最高優勝は横綱春馬富士康平、成績は14勝1敗であります。はじめに賜杯拝戴。表彰状、賜杯、春馬路康平。右は平成25年11月場所において成績優秀により賜杯にその名を刻し長く名を表彰する平成25年11月24日財団法人日本相撲協会。賜杯並びに表彰状が北の海理事長に授与されました。続いて優勝旗授与。優勝旗並びに賞状旗印が高野原審判部長から授与されました。続いて内閣総理大臣賞の授与であります。表彰状、内閣総理大臣杯、春馬富士康平殿。あなたは平成25年11月場所において成績優秀により内閣総理大臣杯にその名前を刻し長く名誉を表彰します。平成25年11月24日内閣総理大臣安倍晋三、おめでとうございます。
総理大臣杯並びに賞状が内閣官房副長官世耕弘成氏から授与されました。ここで優勝力士インタビューであります。インタビューは NHK 太田雅秀アナウンサーであります。それでは今場所の幕内最高優勝横綱日馬富士関に伺います。おめでとうございます。ありがとうございます。5場所ぶりに内田支配、感触いかがでしたか。いや本当に横綱になったから怪我もありまして、だけどいつも僕を支えていただける親方おかみさんはじめ後援会の皆さん、そして何よりファンの皆さんの力で久しぶりに優勝することができました。ありがとうございました。大きな拍手をこうやってもらいました。改めて実感いかがですか。嬉しいです。今日の横綱相星決戦について伺います。当たって左前回し、どんな思いで掴みに行ったんですか。何より悔いのない相撲取り切りたいなという気持ちが強かったので、本当に全身全霊でぶつかっていくことができました。土俵際寄り切ったところ、横綱としての感触はどうだったんですか。いや全く気づきませんでした。流れで急に大横綱が力抜いたので、僕の足も出ちゃったかなと思ってしまったと思いました。しかしその後勝ち名乗りを受けて、改めてじゃあそこで印象を感じたんですね。はい、本当にホッとしました。新横綱になって1年が経ちました。先ほども少し触れられましたが、いろいろな思いがあってこの九州に乗り込んだんだと思います。改めてそのあたりどうだったでしょうか。この1年本当に年々より感じたのは、いつも僕の味方、そしていつも僕を支えていただける本当ファンの皆さんのおかげでこうやって優勝することができました。本当にありがとうございました。これからも何年かも皆さんに勇気と感動を与えるように全身全霊頑張ります。最後になりますが、今場所途中で師匠の伊勢ヶ濱親方が体調を崩されました。いい報告ができますね。そうですね、僕が親方にできることは相撲を通じて元気を与えることなので、本当に恩返しできてよかったです。来年もますます活躍してください。一生懸命頑張ります。ありがとうございました。日馬富士関でした。続いてモンゴル国総理大臣賞の授与であります。平昌城ハルマフジ公平殿、あなたは平成25年大相撲11月場所において優勝から成績優秀
により、モンゴル国総理大臣賞を贈り、長く舞を返上します。平成25年11月24日、モンゴル国総理大臣ノルウィン・アルトイ。モンゴル国総理大臣杯並びに賞状がモンゴル国エネルギー大臣ミチグ・ソノフィル氏から授与されました。続いてチェコ国友好杯の授与であります。アルマフジ公平殿、あなたは平成25年11月大相撲11月場所においてご健闘し優勝なさいました。よってここにチェコクリスタルガラス優勝杯を贈り表彰いたします。平成25年11月24日、チェコ共和国駐日大使カテジナ・フィアルコワ。おめでとうございます。クリスタルガラス製カップ並びに賞状がチェコ共和国駐日大使館代理大使ヤン・ユヘル氏から授与されました。続いてメキシコ合衆国友好盾の授与であります。表彰状、アルマフジ公平殿、あなたは平成25年11月大相撲九州場所において素晴らしい成績を収め優勝されました。よって本所とメキシコ合衆国友好盾を贈り表彰いたします。平成25年11月24日在日メキシコ大使クロッヘル。友好盾並びに賞状、副賞としてメキシコのコロナビール1年分がメキシコ大使館公使セルヒオ・インクラン氏から授与されました。続いて日仏友好杯の授与であります。表彰状、ハルマフジ公平殿、あなたは平成25年大相撲11月場所においてよく健闘し優勝されました。よってここに日仏友好杯を贈りこれを表彰します。平成25年11月24日駐日フランス大使。友好杯並びに賞状、副賞としてフランスピエール・エルメによる特製マカロンの詰め合わせが在京都フランス総領事シャルランリー・ブロッソー氏から授与されました。続いてハンガリー国友好杯の授与であります。
表彰状優勝春馬富士公平堂のあなたは平成25年11月場所において当初の通り優秀な成績を収められました。よってここにハンガリー国ゆくはいを送りその栄誉表彰いたします。平成25年11月24日中日ハンガリー大使館特命全権大使セルドヘイ・イストファン。ヘレンドトロフィー並びに賞状副賞としてヘレンド T セットが中日ハンガリー大使館経済財務領事担当三等書記官ファルカッシュ・ガーボル氏から授与されました。続いてアラブ諸国連邦友好杯の授与であります。表彰状平成25年11月場所優勝春馬富士公平殿、あなたは当初の成績を収められたのでアラブ首長国連邦友好杯を贈り表彰します。平成25年11月24日アラブ首長国連邦大使館。友好杯並びに賞状副賞としてガソリン1年分がアラブ首長国連邦大使館事務官岩名正史氏から授与されました。続いて NHK 金杯の授与であります。表彰状春馬富士公平殿、あなたは平成25年大相撲九州場所において連日検討されよく優勝の栄冠を得られました。ここに表彰いたします。平成25年11月24日日本放送協会会長松本雅之。どうもありがとうございました。NHK 金杯並びに賞状金一封が NHK 福岡放送局局長田口五郎氏から授与されました。続いて優勝額の授与であります。表彰状優勝横綱春馬富士公平殿、あなたは平成25年11月九州場所で優勝されましたので優勝色彩写真額を1月東京場所国技館に計画するとともに記念写真並びに副賞を贈り長くその栄誉を称えます。平成25年11月24日毎日新聞社社長朝比奈豊。記念写真並びに賞状金一封が毎日新聞社取締役西武本社代表岸本拓也氏から授与されました。続いて福岡市長賞の授与であります。表彰状春馬富士公平殿、あなたは平成25年大相撲11月場所において連日検討され優勝されました。よって福岡市長杯にその名を刻し長く栄誉を称え表彰します。平成25年11月24日福岡市長高島総一郎。
勝敗並びに賞状金一封、副賞として明太子1年分が福岡市長高島総一郎氏から授与されました。続いて福岡県知事賞の授与であります。表彰状、春馬富士康平殿、あなたは平成25年大相撲九州場所においてよく健闘し優勝されました。よって福岡県知事杯にその名を刻し、長くその栄誉を称えます。平成25年11月24日福岡県知事小川博士、おめでとうございます。トロフィー並びに賞状、副賞として福岡県のブランド農水産物の中からいちごのあまおう、福岡県産米元気尽くし、福岡県産博多地鶏および福岡で採れた福岡海苔1年分が福岡県知事小川博士氏から授与されました。続いて大分県しいたけ農協賞の授与であります。表彰状、優勝、春馬富士康平殿、あなたは平成25年11月場所において連日健闘してよく最高の成績を挙げられましたので、金一封並びに OSK 日本一干し椎茸を贈り、長くその栄誉を称えます。平成25年11月24日大分県椎茸農業協同組合代表理事阿部義秀。トロフィー並びに賞状金一封、副賞として OSK 干し椎茸が大分県椎茸農業協同組合代表理事組合長阿部義秀氏から授与されました。続いて宮崎県知事賞の授与であります。平成25年度大相撲十字架場所においてよく健闘し優勝されました。よって副賞として5年に一度の全国和牛能力共進会において連覇を達成した日本一の宮崎牛1頭分及び宮崎旬の野菜果実1トン分を贈り表彰します。平成25年11月24日宮崎県知事河野俊嗣、より良き宮崎を作り対策協議会会長畑正治代読でございます。トロフィー並びに賞状金一封、副賞として5年に一度の全国和牛能力共進会において2連覇を達成した日本一の宮崎牛1頭分及び宮崎旬の野菜果実1トン分が宮崎県経済農業協同組合連合会代表理事副会長山崎正史氏から授与されました。続いて RKB 賞の授与であります。表彰状、優勝、春馬富士康平殿、あなたは平成25年大相撲11月場所において健闘よく優勝されましたので金一封を贈り、長くその栄誉を表彰します。平成25年11月24日 RKB 毎日放送株式会社代表取締役社長井上良二、おめでとうございます。大金杯並びに賞状金一封が
RKB 毎日放送株式会社取締役メディア事業局長森越貴文氏から授与されました。続いて大関賞の授与であります。賞状大関賞、春馬富士康平殿、あなたは平成25年11月場所において優秀な成績をもって優勝されました。よってここに金一封および青春大関四等であるとワンカップ大関1年分を贈呈し、その栄誉を称します。大関株式会社西川忠義。大金牌並びに賞状金一封、副賞として青春大関4となるとワンカップ大関1年分が大関株式会社取締役営業副本部長鎌田俊彦氏から授与されました。続いてコカ・コーラ賞の授与であります。表彰状、表彰状、優勝春馬富士康平殿、あなたは平成25年11月場所において当初の通り優秀な成績を収められました。ここに全国のコアコラシステムを代表しその栄誉を称えます。平成25年11月24日コアコラウイスカル式会社豊島社長吉松さんよ。トロフィー並びに賞状金庫がコカ・コーラウエスト株式会社取締役副社長柴田信夫氏から授与されました。続いてやめ茶振興会賞の授与であります。表彰状、春馬富士康平殿、あなたは平成25年大相撲九州場所において見事優勝されました。よって金一封並びに副賞として日本一玉露産地福岡の八女より八女茶1年分を贈ることに表彰します。平成25年11月24日八女茶振興会会長久保薫。トロフィー並びに賞状金庫、副賞として日本一玉露の産地福岡の八女より八女茶1年分と来年の全勝を記念して白星に例えた福岡生まれの白菊雪姫90本が八女茶振興会副会長栗原誠一氏から授与されました。続きまして平成25年度最多賞力士賞の授与であります。本年度の受賞者は横綱白鵬翔であります。
表彰状、白鵬翔殿、あなたは平成25年の1年間6場所を通じ最も多くの勝ち星を挙げられ、優秀な成績を収められました。ここに年間最多勝力士としてその栄誉を称え、勝敗にその名を刻し表彰いたします。平成25年11月24日西日本新聞社代表取締役社長川崎隆夫。トロフィー並びに賞状金封が西日本新聞社代表取締役社長川崎隆夫氏から授与されました。続いて主君関東技能の日本相撲協会賞の授与であります。なお今場所の受賞者は関東賞勢い初めての受賞、技能賞千代大龍初めての受賞、なお主君賞は該当者なしと決定いたしました。はじめに関東賞勢い表彰状、関東賞勢翔太、右は平成25年11月場所において最も完投したので優勝歴史選考委員会の議に基づいて当初のごとく表彰する。平成25年11月24日財団法人日本相撲協会。関東賞勢いにトロフィー並びに賞状金一封が授与されました。続いて技能賞千代大龍。表彰状、技能賞千代大龍秀政、右は平成25年11月場所においてよく技能を発揮したので優勝力士選考委員会の議に基づいて当初のごとく表彰する。平成25年11月24日財団法人日本相撲協会。技能賞千代大龍トロフィー並びに賞状金封が旭山審判副部長から授与されました。ただいまから新序出世力士の手打ち式を行います。皆様ご起立願います。ただいま土俵上の力士は今場所前相撲で成績が良く、めでたく来場所新序ノ口として番付面にしこ名が乗る力士たちであります。今後の関取を目指して頑張る若者にどうか温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。皆様ご一緒にご唱和ください。
ここで胴上げを行います。この最後の胴上げは土俵祭りの際にお迎えした相撲の神様を元へお送りする神送りの最後の儀式です。皆様ご一緒にその場でお送りください。これをもちまして平成25年11月場所は滞りなく終了いたしました。